人にはそれぞれ困難が降りかかる。そんな時大事なのは何だ。これは決して屈しない日本人の物語。まあ、メダルの色はどうかもしれませんけど、初めて自分で自分を吠えたいと思います。あなたは自分で自分を褒めたことはありますか？アトランタから遡ること4年前、バルセロナオリンピック。有森頑張れ、有森、有森が間もなくゴールです。笑顔が、そうですね、はい、銀メダル、有森が銀メダルを獲得。第2位、よく頑張りました。有森は日本女子マラソン史上初めてのメダルを獲得した。次は当然金メダルだが、この日を境に有森は3年間フルマラソンに出場することはなかったのである。メダルを取ったことがこうあまりにも、なんて言うんですかね、喜びよりは重に、一番なりたくなかった重にというんですか、うん、こんなもん取っちゃったからこんな、みんなとこんなになっちゃったみたいな。アトランタへ向けた練習方針をめぐって監督と衝突。そうだ、今ここ一番きついとこだ。1、2、そう。お互い同じ目標に向かいながら皮肉にも溝が深まり、走る目的を見失っていった。さらに疲労を重ねた両足は悲鳴を上げ、有森から走ることも奪っていった。もはや絶望という言葉しか見当たらなかった。手術は、これはもう自分の方向性をこうただただ決めたくて、ダメになるならダメになる、あの、まあ、走れるなら走れる、走りたいなら走れるっていう、そういう方向性をこう自分の中でもう最後の手段として、決めようという覚悟で、まあ、手術した。その手術をした時に病院にいる人たちを見ると、要は生活ができないっていう人たちが結構いるわけですよ。生活がまずできなかったりとか、その人たちから有森さんまたオリンピック出るんですよねって言われたんですね。それを言われた瞬間に、あ、そうかと、私は単に走れないという悩みだと。で、彼らは生きれるかとか、その生活できるかっていう悩みなのに、私は単に走れないという悩みだと。歩けるし、夢や目標が手に入る位置にいる人間なのに、あ、頑張んなきゃっていうことを、うん、その入院中に、まあ、他の患者さんたちの、まあ、そういったかけてくださった言葉がそういう思いを作ってくれたというか。足の痛みから長いブランクがありました。思い切って足をかかとを手術した。今でもかかとには感覚がないそうです。かなり表情が厳しくなってきました。しかし走りのリズム、走りの走法は変わっていませんよ。後ろにカトリン・ドーレが迫ってきました。有森の後ろに30メートルでカトリン・ドーレ、じりじりと追い上げておりますが、後ろは大丈夫だ。有森、後ろは大丈夫だ。命の実感をかみしめて、有森銅メダル間違いない。あと5メートル、有森2大会連続のメダル、見事なフィニッシュ。日本の有森裕子、見事あのバルセロナの銀メダルについて銅メダル、やりました。よくやりました。そうですね、まあ、メダルの色はどうかもしれませんけど、終わってからなんでもっと頑張れなかったんだろうって思うレースはしたくなかったし、今回は自分でそう思ってないし、初めて自分で自分を吠えたいと思います。期待されたメダルの色ではなかったが、苦しさに打ち勝とうとした彼女の4年間は何者にも変えがたい。
タで銅メダルが取れた、あれはやはり生きる道をこう作ってくれた、生きるに必要な、その先生きていくに必要な経験でしたよね。はい、あのオリンピックは、皆さん一人一人の諦めない心という気持ちというのがとても大切になってくると思いますので、そういった皆さん、毎日生きているその皆さんの姿に私たち励まされてます。逆になので、ぜひ、諦めないで先を信じて絶対に、復興させるんだと、元気に至るんだという思いを、絶対に諦めないでいてください。